にはどんな気持ちで臨んでるんですか。おお、スピードとパワーとラインって言った時に、まあ、自分と相手をまず比べる。で、相手の強いところと弱いところを分ける。で、自分の強みと弱みも分ける。で、自分の強いところと相手の強いところ、例えば自分が、自分はヘアピンが得意なんだけど、相手もそこがヘアピン得意だったら、もうあえて勝負する。そこがゴムゴムだったら、そこで強気でネットプレーで勝つっていう気持ちで、どっかで先手を取った方が、あの部分とかに行っていくから、何かで部分的な場所で上も相手でも勝てば、そこが勝負を見立てるから、そういう感じで試合に行きます。小学校の時はみんなと同じ、例えば7時から9時、2時間ぐらいで、これが週に4回で公開とかやってました。その中でやっぱり2時間半で時間が決められてるじゃん。アップウォーミングアップから始まって、基礎打ちをして、あとは部分練習っていうんですけど、その中でいかに時間半、時間半自分が強くなるためにって思っているのが、同じ多分平等の時間になると、そこの意識のレベルの差が、ここはすごい選手だと思います。生活で一番気をつけてることは何ですか。子供で作ってもらってるんで、野菜をちゃんと出したりとか、ご飯をおかわりしようとか、そういうのはちゃんと考えてやってもらって、野菜みたいなって言われてもあるけど、これはなるべく好き嫌いはしないように食べてます。あー、フェンシングの持ち方する。さっきごめん、足を引くって言ったんだけど、バック前の時っては戻る、このスライドを戻るようにしてるんだけど、ちょっと足返しで、バドミントンって走んないじゃん。スマッシュを落とすとかドロップ行く時も走ってはいかないじゃん。どっちかっていうとカニ歩きみたいな感じで横走りするじゃん。こうやってこう戻るみたいな、サイドも後ろも、この動きってすごく大事で、でバドミントンの日本で一番頭いい研究者の人が研究したんだけど、打った後、ここの角度が135度です。もう135度の角度があるんだけど、このぐらい、このぐらい。この角度が一番戻りが速いって言われてる。で、フォアマン、バックマンだけど、ここは意識した方がいい。前に行きすぎて、この角度が90度とかになると、行きすぎるから戻りが遅くなる。かといって、踏み込みすぎないで、この角度が広すぎると、球に追いつけない。だから、球に行って戻るまで考えたときは、この角度が135度というのが一番理想的な角度。ちょっとそれ意識して2本目、ランジしてたときに、この角度。で、そのときに、そのまま天使に向きなく、戻ってもいいし、行って、左足を引きつけて、戻してもいい。そこは緊張とか、あと相手の、それによっても、戻り方。こいつか、こいつかは、自分で、ちょっと自分どっち合ってるかなって考えてみてください。